うさぎとカエルある日、うさぎさんが言いました。カエルさん、僕と勝負しようよ。あの大きな池の向こうまで競争するんだ。カエルさんは思いました。池なら泳げばすぐに着くぞ。これは僕の勝ちだな。うさぎさん、いいよ。勝負しようよ。こうして、 うさぎさんとカエルさんの競争が始まりました。じゃあ始めるよ。1、2の、スタートうさぎさんはそう言うと、ぴょんぴょんと全速力で飛び跳ねました。それを見てカエルさんも負けじと、ぴょんぴょんと飛び跳ねました。しばらく進み、大きな池に差し掛かると、 泳げないうさぎさんは池を迂回するように進みました。カエルさんはそれを見ながら池に飛び込みました。直線で池を進めば僕の方が早く着けるぞ。ケロケロ。ところが池の中にはカエルが大好物なカメさんが住んでいました。お、うまそうなカエル。ガブ なんと、カエルさんはカメさんに食べられてしまいました。カエルさんの叫び声がしたので、ウサギさんが池の方を見ると、ちょうどカメさんがカエルさんを食べているところが見えました。あーあ、カエルさん食べられちゃった。もう、だからあれほど池は危ないって言ったのに。あれ言ってなかったっけ まあ、いっか。こうして、うさぎさんは、カエルさんに勝ちました。